はいどうも、じゃあササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今回はとんでもない情報をお持ちいたしました。そのとんでもない情報は後半にご披露しますけども、まずはベーシックな情報からね。皆さんもご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、野党が追及してきた森友学園問題、これについて先日近畿財務局職員の上司たる人物がですね、森友学園問題の一連の経緯について亡くなられた職員の奥様に説明する音声データが公開されました。その内容、結論から言えば安倍首相や昭恵夫人、あるいはその側近からのプレッシャーはなかったということです。で、大半の保守系 YouTuber はですね、こぞって安倍さん無罪、野党ざまみろっていう論調なんだと思いますが、まあそれもいいんですけどね、僕が言いたいのはそっちの方じゃありません。今日は完全かつ最終的に新聞、テレビ、オールドメディアが腐りきっているということを証明する回でございます。僕のおしゃべりを聞いて目のつけどころがいいねと思ってくれた方はですね、動画を再生中でも押せますので、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまず今回公開された音声データで何が語られていたのかご紹介していきましょう。 NHK ニュースウェブより見出しがですね、森友学園改ざん経緯説明の音声データ、その内容はということで、それでは早速本文の方を読んでいきましょう。森友学園をめぐる一連の問題で決裁文書の改ざんに関与させられ天に召された男性の上司が、国有地の値引き売却や改ざんの経緯について男性の妻に説明した音声データを妻の弁護士が報道機関に公開しました。その内容の詳細です。公開された音声データは去年3月、赤木さんの自宅を一周忌の聴聞に訪れた近畿財務局直属の上司が奥様の雅子さんに話した内容を録音したものです。ということは、これは奥様が旦那の上司との会話を録音して、そして公開したということなんですよね。で、この上司は森友学園に国有地を売却した際の責任者で、決裁文書の改ざんでも部下の赤木さんに直接手伝うよう頼んでいて、財務局の中では国有地取引から改ざんに至る一連の問題で最も中心にいた職員です。そして、ここからね、音声データの核心の部分に入っていきますよ。売り払いをしたのは僕です。奥さんとのやり取りの中で、上司は森友学園に地中のゴミの撤去費用として8億円余りを値引いて売却した理由を次のように説明しています。あの売り払いをしたのは僕です。国の瑕疵が原因で小学校が開設できなかった時の損害額が膨大になることを考えた時、相手に一定の価格、妥当性のある価格を提示して、それで納得できれば一番丸く収まる。撤去費用を試算した大阪航空局が持ってきたのが8億円だったということで、それを鑑定評価額から引いたというだけなんですと話しました。はい、出ました。8億円の値引きが昭恵夫人と籠池さんの特別な関係で特別な取り計らいがあったのではという推測の中で野党は追及してきたんですけどもね、この問題はね。実態は大阪航空局が試算したゴミの撤去費用8億円相当というものをそのまま鵜呑みにして近畿財務局が8億円を値引いてしまった。きちんと調査もせずに他の行政の数字をね、右から左へというような感じでやっつけ仕事的なやり方で処理したのはさすがにまずいでしょうというツッコミはありますが、とりあえずどうして8億円も値引いたのか、ただ増税で土地を明け渡したのか、これについては大阪航空局が見積もったゴミ撤去費用8億円、この数字をそのまま値引きの根拠にしたというのが実態でありましょう。次にですね、国会で大きな議論になった政治家の影響については、僕が安倍さんとか河野池さんとかから声がかかっていたら正直売るのはやめていると思います。だからあの人らに言われて減額するようなことは一切ないですと否定していました。ただ値引き額が妥当なのかどうかについては、この8億円の算出に問題があるわけです。確実に撤去する費用が8億になるかというところの確信というか確証が取れていないんですと打ち明けていました。はい、ストップ。この上司の話では安倍さんとかその側近、あるいは河野池さんらがですね、不当な要求をですね、していたのであれば売るのは断っていた。逆にそんなプレッシャーがないから素直に売ることにした。ただし8億円の撤去費用イコール8億円の値引きが妥当だったのかどうか、そこはちょっと決裁した自分も今となっては自信がないと、そういう話なんですね。さあ、ここから話の佳境に入っていきますよ。決裁文書の改ざんについても当時財務局がどのような状況になっていたのか話していました。改ざんを行った理由は野党の追及が強まり、国会対応に追われた財務省本省から負担を減らすために指示されたためだとしています。少しでも野党から突っ込まれるようなことを消したいということでやりました。改ざんなんかやる必要もなかったし、やるべきではない、全く必要ないと思っていました。ただ追い詰められた状況の中で少しでも作業量を減らすためにやった、何か忖度みたいなことがあるみたいなことで消すのであれば絶対消さないですと釈明していました。はい、出ました出ました。なぜ改ざんしたのか、その理由は野党の追及が強まり、国会対応に追われた財務省がその国会対応の作業量を減らしたいというのが理由でした。で、これをもってですね、野党がハイプレッシャーをかけた、だからこの改ざんは間接的には野党もね絡んでん
じゃないのかいとのね、保守層の中でそういった主張もありますけども、ささやん的にはそうは思っていなくてですね、これは単に財務省の傲慢さとずさんな仕事が原因だと思っています。説明が面倒だと思うのも、元をたどれば大阪航空局の資産8億円が妥当なのかどうか検証しなかったのは財務局の責任ですからね。で、改ざんを指示された時の赤木さんの様子について、初めから赤木さんは抵抗していました。正直涙を流しながら抵抗していました。本省にももちろん僕自身も抵抗はしていたんですけれども、止めきれなかったと述べ、一緒になって本省からの指示に抗うことをしなかったと説明しました。さらに赤木さんが改ざんを詳細にまとめて職場に残していたと明かしています。上司はファイルにして赤木さんがきちんと整理している、全部書いてある、何が本省の指示か、前の文書であるとか修正後のやつであるとか、何回かやり取りしたようなやつがファイリングされていて、これを見たら我々がどういう過程でやったのか全部わかると述べていました。おしまい。ということで、この上司は赤木さんの残したファイルの中身も置いてある場所も知ってるでしょうから、それを開示していけばね、良いと思いますし、こういった表現が適切なのかどうか僕もちょっとわかりませんが、この上司にとってはですね、遅まきながら罪滅ぼしというか、贖罪の念と申しますかね、後輩の奥さんとそれから後輩のね、遺影を前にして思わず出た言葉なのかもしれません。僕自身はなんだかしんみりとした気持ちで、これ以上この問題をね、深追いするのはメンタル的に応えるなぁとも思うんですがですね、僕は冒頭申し上げた通り、今日はとんでもない情報をお届けしますと言った手前、僕もですね、ここで引き下がるわけにはいかないんです。僕が何を問題視しているのかというと、おい新聞テレビオールドメディアよと、あんたら一体何を考えて記事化したんだと、またここで報道しない自由の発動ですか。どっかの議員がタイは頭から腐ると言っていたんだけども、この言葉はオールドメディアにこそふさわしい。今回のこの上司の音声データ、報道メディア全社が報じたんですけども、この中で第一報を伝えた NHK 以外全社、何やら隠し事をしているじゃないですか。一体どこの誰に忖度をしているんでしょうか。国民の知る権利を冒涜しちゃいませんか。この改ざんをしたと告白する音声データ、14日から15日にかけて新聞各社はですね、毎日新聞、朝日新聞、東京新聞、共同通信、時事通信、日経新聞、産経新聞、読売新聞、それからテレビメディアですね、NHK を筆頭に TBS、テレビ朝日、日本テレビ、フジテレビ、テレビ東京、ご覧の通り全社が扱っていました。ところが NHK 以外どこも報じていない部分があるんです。まるで報道協定が観光例でも敷かれたように、不思議な現象ですよね。 NHK 以外の全社が削った部分、もう一度読み上げましょうか。改ざんを行った理由は、野党の追及が強まり、国会対応に追われた財務省、本省から負担を減らすために指示されたためだとしています。少しでも野党から突っ込まれるようなことを消したいということでやりました。改ざんなんかやる必要もなかったし、やるべきではない、全く必要ないと思っていました。はい、ここまで。僕はさっき言いましたよね、これをもって野党がハイプレッシャーをかけた、だからこの改ざんは間接的にも野党も絡んでるんだろうっていう主張はあるんだけれども、ささやん的にはそうじゃなくて、これは単に財務省の傲慢な態度とずさんな仕事っぷりが招いた原因ですよと、そのように僕は話しました。別に野党は野党なりに仕事をして追及したんだから、これを隠す必要なんてのは全然ないじゃないですか。なんで隠すのこの部分。しかも朝日や毎日が隠すんでしたらね、まあお仲間だからそんなもんだろうって思うんだけれども、産経も読売もこの野党対応がめんどくさくての部分がっつり削っちゃってますよ。これが報道されれば、確かに世論の心情としては野党の皆さんを疑問視するね、野党の対応を疑問視するかもしれませんよ。でもさ、改ざん理由を明らかにするのは報道メディアの一丁目一番地じゃないんでしょうか。なんで改ざんの理由を報じないの。金権絡みでもなく、人間絡みでもなく、安倍政権への忖度でもなく、改ざんの理由は野党の国会追及が面倒に思ったから。これって一番大事なところじゃないですか。改ざんしたのはなぜか、その理由が知りたいのに、国民は知りたいのに、改ざん理由を報じずに国を相手にした裁判の結果が待たれる。は？なんだって、もう呆れて何も言えないよ。皆さんそう思いませんか。なんで改ざん理由が明らかになったのに、報道の連中が大好きなファクトが出たのに、報道はこの部分を丸ごと削り取っていったのか。日本のオールドメディアは完全かつ最終的に腐り切ってると思った方はですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はまあ内容的に茶化すのに不適切な内容だったので、真面目腐ったコンテンツになっておりますけどもね、そこの部分はちょっとご了承いただければと思います。でもあんまりしんみりするのもあれなので、最後くらいはですね、謎かけでほっこりと、ね、元気を取り戻したいと思います。報道しない自由の記事とかけまして、宮大工の刻印と解きます。その心は、文字を削るのがお上手ですねなんと言いますか、後味が悪すぎて、本当に日本のメディア終わってるなと思いますけどもね。本日もためになっては、これだからメディア終わってるんだよと思った方はですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。